はい今回はへ、えー、今後の日本の物価高についてですね、えー、まぁ、あ、ちょっと考えてお伝えしていきますのでよかったら最後まで聞いていただければと思いますあのー、まあ、もちろんね、えー、このなんていうんですかね将来がわかるとかそんなことじゃではないんですよただあのー、まあ 分かっていることを考えると、ですね、まあ、このようなことが訪れるのではないかという、まあ、そういうこと、まあ、僕とか、まあまあ、リスナー様からしてみると、ですね、えー、まあ非常に、なんていうんですかね、まあ、僕たち、あの日本国民にとって、えー、まあまあ厳しい経済的に厳しい状況、まあ、この物価高になっていくと、でまああのまあ、なんでそうなっているのかとかね、でまあ、最近、えー、まあどういうような感じになっているのかというのが難しいんですけど、 まあちょっとあの分かる限りでえ考えていきたいと思いますあのー、まず <laughs> この日本の話をするときにですねえまあかがすことができないのはまあその日本の総主国っていうまあえまあアメリカ裏組織あるいはですねあのアメリカっていうところなんですがまあアメリカとまあ日本のまあ状況であったりあのまあその何て言うんですかねえまあ,あんまりこれ触れてはいけない話なんですがあのまあその日本とアメリカがですねまあその 経済政策を取ったことが原因でですね、まあ、あの、ロがですね、えー、まあ、あの、なんていうのかな、うん、怒ったって言い方も変ですけど、まあ、それは怒ると思うんですけど、そういったようなことから、あのまあ、それが、まあ、さらに、えー、この物価高の要因につな、まあ、がっていくと、まあ、そういった話をね、えー、まあ、ちょっと、えー、今回はお伝えしていきますので、えー、よろしくお願いいたします。まずですねあの 日本の話なんですが僕たちが考えるまあ日本国内のまあ物価高なんですが切り離して考えられないのがアメリカの話なんですよ。で アメリカっていうのはこれどうなっているのかっていう話なんですが、えー、で例えばね、えー、まあその他の外国の話もあるんですよただその、まあ、まあ言うなれば、まあ、ちょっと広く考えても、まあ、なんていうんですかね NATO とかそ,そういったあの話、まあ、西側とかそういった話だと思うんですがそれもまたちょっと難しいんであの絞り込んで日本とアメリカだけで考えていこうと思いますだからまずアメリカの状況と、まあ、そこにまあ関連する、まあ、日本の状況っていうことでですねあのアメリカの,あの状況が非常に 悪いんですよあの、まあ、つい最近ですが、まあ、2022年6月かなその情報で分かってるんですが。 アメリカのまあ消費者物価指数がですね前年比9.1%、えー、上昇しているということが言われているんですよこれは何かというと難しいとかそういう話じゃなく物価高がまあ上がりすぎてアメリカ国民が生活できないとまあ疲弊してしまっているまあ窮地にアメリカ国民がまあ陥っているっていうそういった話で利上げするとかねまあそういったことであのアメリカも対策をまあ講じているということです。これっていうののはその あのアメリカという国、まあ、あるいはです、ね、そこの後ろにいる、まあ、アメリカ裏組織アメリカ影の政府にして,してもです、ねえー、アメリカはこのようなことになってしまっているので、まあまあ、意図的ではないと思いますが意図的なところもあるのかもしれませんがそういったものが、えーまあ、予期せぬ方向に、まあ、転がっていったとそう,そういうふうにも考えられるんですよ。で、えー、では今度です、ねえー、この日本はこれどうなっているのかという話なんですが、まあ、同様に2022年の6月。 この企業物価が9.2%ということで、これも何を意味してるのかと,と、どん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 日本の物価が上がってるんですよ。で、まあ、皆さんもご存知だと思いますが、あの円安インフレがですねどんどん加速して、まあ、この先どうなってるかわからないっていうことが、この専門家のね、えー、まあ間で言われてるんですよ。でこれ例えば日銀とか、まあ日銀黒だとか、まあえ岸田もそうですが、こういったことに全然手を打たずにねまあ、放置していたんで、どういう状況になるかと。 日本と欧米、まあ、日米の金利差がどん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 開いていくっていうね、えー、その結果あの円安、円安インフレが継続して、えー、日本国民の生活にあの、まあ、影響するっていう、ね、僕たちの生活にもろに影響するんですよ。 ここからがですね大きなというか考える内容なんですがなんでこういうことになっているのかという話ですね当然理由というのはいくつかありますしそういったことを裏側で思うなりなんなりしているのもおるんですがそういったこともまた一回さておき日本がどうなっているのかということと難しいんですけどどうしたらいいのかというそういった話なんですが。 このまあ日本の物価高のえまあ要因というのはいくつか考えられますが、その要因のまああのまあ一つあるいはですね大きなまあつながりをまああのまあ帯びるっていうものなんですが、この日本がですねこの経済的にあの苦戦しているっていうことはせ世界の経済とまあ日本の経済がまああの関係しているんですよ。でもうあのなんなんていうんでしょうね。まああのま。 簡単なというか単純な話なんですが、まあ、その日本の創始国である、まあ、アメリカ裏組織という、まあ、日本をわからないように、えー、間接支配しているものが指示を出しているんですが日本に対して。 とかに対してねアメリカ裏組織プラス、日本がですねアメリカ裏組織プラスっていうのも変ですけど、アメリカ裏組織の支持、あるいは意向を受けた日本がですねローに経済制裁を加えたっていう、これっいうのは有名な話ですよね。ローていうのは別に最初はていうか、なんていうのかな、これもちょっと触れづらい話ですが、最初はある程度、日本のことを多めにというか、許容というかしていたところもあるんですが、さすがに このね、えー、このアメリカ裏組織の移行。あのー ままああんでその通りにしてた、まあ、日本がまあどん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 それをするんでね、えー、そのローに対する経済制裁を加えるんで、えー、ローもですね、えー、考えを変えてきたんですよ。うん、で、何かっていうと、ローがですね、えー、まあこの岸田に対して非難声明を出したんですね。だからこれっていうのは、限りなく緊迫状態に今、近づいているわけですよ。だからその対立とかそういった問題に発展しかねないんです、このままこういうことをし続けていた場合ね。すでに日本っていうののはまああの あのなんでロ,ロと、う、まあのときに,、ね、に、う、ま、に、あ、お,お金とかそういったものを、えー、流してるんでね、それは炉からしてみればよく思わないわけじゃないですか。うん、で、さ、え、ら、ー、になんですが、このロなんですけどね、まあ、日本というのはこの、まあ、ちょっと難しいんですが、サハリン2というところから、まあ、エネルギーをまあ入れてるということが分かってるんですが、あのここをです、ね、ロが止めようとしてるというそういった動きを見せたんですよ。何かっていうことですが、 日本がこのロに対していたあの経済制裁がこうブーメランという形で跳ね返ってきたんですよ。だからあの僕たちからしたら非常に悲しいんですがあの自業自得の形になってるんですね。別にあのこんな そもそもですけど、牢をね、うこうする必要がないんですよ。だって日本ってのは中立のあの立場で、えー、いいはずですから、うん、だから、その運にどうす運に加担するとかね、そんなこと必要がないんですが、そういうことをしてね、まあ、それ別に、岸田を擁護するわけじゃないですけど、裏側からそれいまた指示が飛んでたんでしょうから、うん、そういうことをしていたと。で まあそういうことをしていた結果、あの日本にそのブーメランでそれが跳ね返ってきたんですよ。でえー、はっきりとというのは分かりませんが、このサハリン2が、えー、止まった場合です、ねに、日本のエネルギーの価格がさらに上がるんですよ。で難しい話なんですが、実は上がったら上がったであの、まあ、あの原,子力原子力の再稼働とかそういうのをしようかという考えとか、そういった説もあるんですが、まああのまあ、それに関してはあの分からないんでね、分からないことはちょっとまあ言いづらいんで。 まあ言わないんですが、どういった状況になっているのかていうこのサハリン2の話もそうですが、今までよりも日本のエネルギーの価格が上がるんですよ。だから、日本国民の生活がえー圧迫されるんですよ。これからね、さらに。で、この裏側の話っていうのは、まあ皆さんも関心を高く持ってらっしゃると思いますまあ僕もそれはすごく考えるんですが、裏側の話っていうのは難しくわかんないんですよね。調べることによっても、あのその裏側の話をわかる情報がないんでね。ただ イギリスのまあ、ジョンソン首相とかねそのまあアメリカ裏組織、えー、D○○ 〇〇ステマルトの、えー、まあ、なんて傘下の,の人間たちがね、えー、辞任したり引退したりとかそういったこともあるんで、えー、まあ あーこの d ○ス捨てルとかですねまあ自分たちのこの思い通りにことが運んでいない可能性があるんですよでその一つに、まあ、例えば資金ショートだしお金があの枯渇してるんじゃないかっていうことが考えられるんですよただこれっていうのは憶測なんでね、えー、まあはっきりとってまあ、そうだろうなとは思うけどまあ、えー、っていう感じですでこのあの日本の宗主国って言って日本の舵を切りますからあのこの D ステマルトって言ったものがね、日本があの1人で物事を決め,決められないんでね、戦後からずっとこの、まあ、間接試合っていうものを受けてるんで、この日本は常に何かの線でこの d マルステマルトの意向をかあの、まあ、感じながら行くんですが、えー、会見ね、あのこのこ今回の、えー、参院選の目玉になって会見ですが、この会見の背後にこの、えー、d マルステマルトのことがあるんですよ。で、まあ、あちょっと難しいかなと思うんですが、あの、 安倍元総理が丸されたっていう事件ですが、これももしかしたら、まあ、もしかしたらっていうか、まあ、これっていうのはほぼですけど、あの d 丸丸ステマルトとかね、C○A っていったら、そのアメリカの裏側が深く関与していることが関係ある、えー、確率が極めて高いんですね、そうとしか考えられない、うん、あの東丸協会もそうです、あの C○A の、えー、まあ,あの密接な距離にあるものですから、えー、それがですね、まあ、どうなったのかなっていうことは思うんですが、ちょっとそれとも、うん、難しいんですが、その 会見、会見という動きもあったんですけど、さすがにこの国民も、ですね日本国民も、えー、ちょっとこのまんま行ったら、あの自分たちの生活がもうどうにもならないということになりましてね、えー、まあ僕もあの、まあ、皆さんもそうかもしれないんですが、あの厳しいなと思いながらね、1、うん、一日一食暮らしとかをしているわけですよ、うん。だからそういうことをやっぱり国民があの肌で感じて、えー、そんな会見なんてね、もう二の次、三の次、まあ、二の次、三の次も何も必要ないと思いますけど、僕は。会見もも緊急事態も全く必 必要がないと思うんで、そういうことがもう、話し合いに出ること自体、も意味がわからないと思うんですけど、それがまあ、えーまあ後に回った可能性が少し考えられるんですよ。で、あのこれっていうのは実、実あの自民党になってしまってるんで、非常に厳しいんですけど、もう、あの今っていうのは何が必要なのかって言ったら、あの考えられることってったらそういくつもないんですよ。 あのね、今後の日本の物価高が,、えー、が分かる、考えられるんで、えー、当然ですが、物価高対策を、えー、する必要があるんですよ、会見とか言ってる場合じゃないですよ、緊急事態条項って言ってる場合でもないし、会見も緊急事態条項もいらないと思いますけど、対立に向かうだけですからね、うん、そんなことよりも、日本国民に有益な、えー、その物価高対策をする必要があるんですよ、で今っていうのは、2022年の7月じゃないですか。 で,でこの物価高対策のあの物価高の影響が出てくるのっていうのは今年の2020年10月ぐらいからではないかということが言われてるんですよ、だそのまあ、う,うの話とかねうとウトロの話からそういったかのことがあるんですが、これ、何を意味するのかというと、日本国民です、まあ、僕もリスナーさんもそうですが、僕たちがですねこう生活をこううななんていうのかなあの逼迫されるあの困窮状態に、えー、おお追い詰められていくってそういった話なんですよ。物価高あの 例えばね、えー、給料が上がらない、あるいは、えー、給料が下がる、例えば仕事がなくすとかあるじゃないですか、で、物価が上がるって言ったら、どう考えても苦しくなることしかもそれそれが明らかなんですよ。うん、で、えー、例えばこういった話を、えー、し,しました、真面目にね。 うん、じゃあ何かあの策はないのかっていう話なんですけど、策っていうのはあるんですよ。策っていうか対策、講じられる対策っていうのはあるんですよ。そんな別に難しくも何ともないんですよ。消費税減税、あるいは消費税、えーまあ、廃止、消費税っていうものをなくせばいいんですよ。何度もあのお伝えしてますけど、消費税っていうのは全くいらないんですよね。日本国民にとって消費税って全くいらないんですよ。社会保障ってでたらめを言ってますから、デタラメすぎてね、えーもう、もうどうしようもない話だと思うんですよ。で狙いは何かってうと、自民党のね、背後の巨大サポート企業。 海外の還付金でまあ単純にその巨大企業が儲けるそれだけなんですよ。だからもうそういうのなくせっていう話なんですよね。で、その、さっき言いましたけど、消費税も別になくせっていう話ですし、会見とか言ってる場合じゃないしね、緊急事態情報とは全くもうあの無意味中の無意味だと思うんですけど、ただ、この、 あの消費税をなくせとも、まあ、思うし、まあ、皆さんも思ってると思うんですよ、あとは例えばね、まあ、その積極財政っていって、まあ、お金を出すとか、そういうことがあるんですそういうふうにしろっていうことを思ってる人が多いと思うんですが、僕、しないんですよね、で今回の参院選で、あの自民党に、えー、またなった,なったことに今までと変わらないわけじゃないですか、でこれ、本当にいよいよもって、こういったの、まあ、日本っていうのはいくつも問題というか、抱えているものがありますが、この経済対策を講じなかったら、日本国民が疲弊していって、えー、今年もう2022 2 2年の後半、あるいは2023年とかに、もうこうやってどうにもあのならなくなる可能性が出るんですよ、物価がどん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 上がってね、うん、この経済が回らないとかっていうのは、何を意味するのかっていうと、僕たち、日本国民がですね、あの過ごせないということになるわけじゃないですか。 だからあのなんでこの消費税減税とかねその消費税撤廃とかそういった話をするかっていうと消費税がなくなることによってあの消費が促進されるんですよ、まあ僕たち国民、まあ、僕とかリスナー様の消費が促進されてですねそれそこから経済があの順々にああのまあ、右に肩に上がってすぐ上がらないでしょうけどあの徐々に徐々にこの経済が右肩上がりになっていくんですよ、そういうふうにしていかないともう日本の経済終わりですよ。っていううかもう日本がこのまま右肩 右肩に下がっていって、本当に終わるっていう、そういったの危機的状況になるんですよ。本当にね、うん で今回、この参院選でですね自民党、まあ岸田がまあ続いたということで、これはもう本当、いよいよもって日本経済の,このパンク、あとはです、ね、日本経済がパンクする、えー、のか、まあ、日本とこの、ね、主人であるアメリカが同時にこの経済的にパンクするのか、えー、そういった可能性が考えられる、これっていうのは大きな、非常になんていうのかな、えー、大きなまあ問題なんですよ。で あのまあ、皆さんも思ってるかもしれないですが、この例えばね、消費税を減税しろとか、まあ、それもそうだし、会見とかもそうだし、会見がいらないとかね、緊急事態条項はいらない、国民のためにならないとか、そういったことをあの、まあ、僕はいつも思ってるんですけど、真剣に考えてくれる政治家っていうのはいないのかっていう話ですよね、うん、だから、ね、今だけ、金だけ、自分だけとか、まあ、そういうやつらがあのほとんど、まあ、全員かもしれないね、そういうのになってる時点で、ね、もうあの終わりですよ。あのだ日本の政治では 日本は政治では変わらないって、そういうことですよ、でまあ、そんなことをね、無、ま、事、あ、を言ってもしょうがないんですけど、そろそろこういった観点から、まあ、日本が、えー、その物価高になって、あるいはです、ね、金融リセットっていって、1回、まあ、リセット、ゼロになる、ガラガラポンっていってね、もう今までとは状況が全く変わる、そういった日がもうあの間近に迫ってるんじゃないかと、いつかは分かりませんけど、そう遠くない、えー、未来じゃないかと思います。 でその前にですねそのガラガラポンする前にその経済リセットする前に日本国民がですね一応あの経済的にものすごく厳しい状態に陥るんですよでそういう意味も考えて まあ消費税なくせっていうことなんですけどね、うんまあ、僕の声が届かないと思いますけど、この今後の日本の物価高って言ってね、その物価高がどうとかって岸田も言ってるじゃないですか、かあのまあ簡単ではないですけど、やることは分かってますよ、消費税をなくせばいいんですよ、減らすなりなくすなり、そういうことを全然せずね、なんかしょうもない、なんか全然まあなんか方向違いのことを言ってるじゃないですか、うんまあ、そもそも日本国民の生活のためを思ってしてるとも思えないんですけどね、だから、これから、 この2022年のまあ10月、あるいは2023年にかけて、非常にこの日本の物価高ってってあのこう、何んて言うかな、物価がこうど,んど,んどんどん上がっていって、僕たちの生活がちょっと厳しくなるっていうね、そういう切実な話をえ取り上げてみました、対策はどうすればいいのか、対策は消費じゃなくすればいいんですよ。 で別にそれで全ては解決しないんですけど少なからずちょっとは良くなるはずなんですよ。しかしそういうことをしないと、まあ、本当にね、まあ、一体何なのかっていうのを、まあ、あの真面目に僕もあの、まあ、過ごしていて、まあ、感じるっていうことで、えー、まあ今回はそんなお話をしてみました。えー、最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございました。えー、今回はここで終わりです。失礼いたします。